写真特集、シンはやっぱり魔性の女だった。いつの部屋で、佐藤健、童貞、演技に監督が苦戦。理由は、秋風先生の、創作論、が胸熱。最後の言葉は、写真、愛かな役が話題。二階堂ふみ、衝撃、バニーガール姿、小栗旬がまるでサーファーな坂本龍馬に。ほぼすっぴんの柏木由紀も、西郷どん、最後の将軍、慶喜役はこの人。ぴったり、との声。